TBS は20日、日本がペルーに対して行われたキリンチャレンジ杯の試合を生放送しました。試合は大阪のパナソニックスタジアム吹田で行われ、日本は4対1という大差で勝利しました。試合の平均世帯視聴率はビデオリサーチによると 12.2%、関東地区で平均個人視聴率は 7.6% でした。ペルーはベテランのフォワードゲレロやミッドフィールダーラパグラを中心に16日に韓国を1対0で破っていた強敵でした。しかし、日本のミッドフィールダー三笘薫、ブライトン所属など欧州で結果を残してきた選手たちが1得点1アシストと2点に絡むなど活躍しました。彼らの存在が日本チームを勢いづけ、試合に勝利をもたらしました。久保も三笘もいなきゃこんなもんだろ。他に人を引きつけれる人はいないんだし。本田さんみたいなスターいないとこんなもんか。サッカーは CM 入れにくいから 12.2% だとスポンサーきついよな。このままだとスポンサー離れるだろ。視聴率も退屈なサッカーわら。